今回紹介するのはですね、こちらですね。SH フィギュアーズより、新ウルトラマンですね。残念ながらですね、公開が延期になってしまったんですけれど、エヴァンゲリオンの、庵野秀明監督が、企画と脚本を務めるという、新ウルトラマンのですね、フィギュアーズの方が、先に発売されたので、こちらを紹介したいと思います。価格はですね、5500円でした。夕方買いに行ったんです。仕事終わって、おもちゃ屋さんに行ったんですけど、意外とこう、残ってました。そこはすごい良かったですよね。もう絶対、売り切れてると思ったんですけれど、結構潤沢に、商品が、売られてるみたいですね。でね、こう、パッケージがね、いつものフィギュアーズと違うんですよ。裏側がこう、中透けて、中見えるようになってるんですけど、こう、ウルトラマンが入ってるような形になってますね。で、中身の方は本当にシンプルです。新ウルトラマン本体と、交換用手首が3種類のみとなっています。いつものウルトラマンだったらね、交換用カラータイマーとかもあるんですけれど、今回の新ウルトラマンはカラータイマーもありませんので、本当にね、シンプルなフィギュアとなっております。で、中を開けてですね、新ウルトラマン。あとはですね、僕がちょっと持ってる SH フィギュアーズのウルトラマン C タイプと A タイプと比べてみてるんですけれど、同じウルトラマンなんですけど、スラッとしていて、あとね、こう、グレーがかってるんですよ。昔のウルトラマンのフィギュアーズっていうのは。今回の新ウルトラマンはシルバー。そして赤の色もね、ちょっとね、わかりますかね、ちょっとエンジ色っぽい赤をしてますね。それからね、今まで発売されてる新ウルトラマンの立体物と比べてみました。一番近いところでウルトラアクションフィギュアのですね、新ウルトラマンがあるんですけれど、これは結構赤みが強いですよね。こうやって見比べてみると。で、まあ、これからちょっと稼働を見ていくんですけれど、新ウルトラマンね、まあ、今までのウルトラマンとフィギュアと比べて、ちょっとここが違うって思ったのが、首の稼働がね、弱いんですよ。例えばこれ、右に持ってるのが、C タイプのウルトラマンのフィギュアーズなんですけれど、ちょっとこうね、C タイプのウルトラマンここまで首が上がるんですけど、新ウルトラマンはね、そんなに首が上に上がんないですね。この辺が限界。これでもう、折れちゃった首が取れちゃいますんで、そこがちょっとね、気になりましたね。ではこんな感じで、真上に。伸ばしてあげたり、横に開いてあげたりすることができますね。ここもちょっといつものね、関節とちょっと違うんですよ。ここにパーツが入ってるんですけど、このパーツがいつものパーツとちょっと違うなって感覚を受けますね。上体は横にこれぐらい反らしてあげるのと、上にこれぐらい反らしてあげることができます。で、足の方の開脚と、これぐらいね、曲げてあげることができますね。割と、まあ、シンプルなデザインのウルトラマンなんで、可動範囲は、首以外は割と広いかなと思いました。まあ、あとは、擦れにですね。まあ、ウルトラマン系のアーツの宿命なんですけれど、このお腹の部分とか擦れにちょっと気をつけてもらった方がいいのかと思います。まあ、大事に扱う方はね。そして、次はいろいろとポーズを取らせてみましょう。まずは、ウルトラマンの基本形、スペシウム光線ですね。綺麗に決まりました。スペシウム光線意外と綺麗に決まりますね。これは嬉しいね。こんなポーズまあ取らないと思うんですけど、ライダーキックもね、こんな感じで、決めてあげることができますね。あとはちょっとウルトラマンらしく、こう、怪獣と、ファイティングポーズですね。ちょっと猫背っぽく取らせてみました。こういう感じで、重さっていうのかな、ちょっとユニークな感じで飾ってみても、ちょっとシュールな、絵が撮れて面白いのかなと思います。で、これ個人的にすごい気になってたんですけど、今まで発売されたウルトラマンのスペシウム光線エフェクトですね。これが新ウルトラマンと対応するかっていう、残念ながら手首のね、ジョイントが大きさが違うので、残念ながらね、くっつけてあげることはできませんでした。ということでですね、SH フィギュアーズ新ウルトラマンの簡単なレビューだったんですが、僕の個人的な感想で言うと、かなり買って良かったですね。一番良かったのはスペシウム光線のポーズがすごく綺麗に決まるのが良かったですね。スペシウム光線のポーズって今までのフィギュアーズいろいろ出てるんだけど、すごい難しいんですよ。一番綺麗に決まるのが、前にもちょっと動画出したんだけど、ジードのウルティメイトファイナルっていうぐらいで、本当にこの単純なね、クロスポーズが難しいわけですが、この新ウルトラマンは綺麗に決まりますので、そこがすごい良かったですね。まあ残念だったのは、ちょっと首の可動が弱いのかな。まあ残念だったんですけれど。まああとはね、これはもうデザインの問題なんで、まあ好き嫌いの問題になってくるんだけれど、新ウルトラマンって本当にすごくシンプルなデザインのウルトラマンなんで、分割線がね、やっぱりちょっと気になっちゃうんですよね。足の裏とかね。うん。この辺を、まあ、そうだね。もう本当に個人の好みの問題なんだけれど、そうなんですよ。これはもう完全に個人の好みの問題なんだけど、その辺がまあ気にならなければね、かなりおすすめのフィギュアですので、まあお酒飲みながらレビューしてたんで、ちょっとホロホロなんですけれど、そんな感じでね、SH フィギュアーズ新ウルトラマンの、紹介でした。